です。どうもカメラです。ということですね、今回なんですけれども、AR ランキング、まあ、アサルトライフルランキングですね、アダルトランキングではありません。まあ、てな感じにやっていこうかなと思ってます。今シーズンね、めちゃめちゃ使う武器、迷っている方、多いと思うんですよね。今シーズンの面白いところっていうのは、どんな武器を使っても、まあ、MVP を取れると、活躍できると、そういう面白いシーズンになってるんじゃないかなと思ってます。おそらくね、この2年間の中で、最も武器バランスのいいシーズンなんじゃないかなと思ってます。まあ、てな感じに、これからもですね、こういったようなランキング動画上げていきますんで、高評価だけでもブチッとよろしくお願いします。早速行きましょう、レッツゴー。それではまず第10位 LK24 ですね。俺ちょっとね K44 とかと正直言って迷ったんですよね。ですが総合的に考えると LK24 なんじゃないかなと思ってます。こいつね、なかなかそのバランス取れてる武器なんですよね。というと反動もないし、キル速も速いし、あとそのまあ安定性も高いですよね。まあてな感じですね、まあ初心者でもおすすめできる武器なんじゃないかなと思ってます。俺ね、そろそろ LK24 使う人もっと増えていいと思ってるわ。もう過小評価されすぎだと思ってます。おすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それでは続いて第9位 DRH でございます。あのね、その今シーズン強化来てからめちゃめちゃ使いやすくなっていまして、あのね、キル速もなかなか速いんですよね。まあ当然3発キルということで、まあ、SMG にも打ち勝てるぐらいの、キル速を叩き出すことができます。でこいつの弱点が1つありまして、まあ、先ほどのその LK24 とかと比べると明らかにね、発射レートとかっていうのが遅いんですよね。まあその3発キル武器の中ではかなり高いですが、全体的なアサルトライフルの、まあ、ところで言うとかなり、まあ、やっぱりそのレートが遅いんで、だからピースキーパーとかそういうレレレの移動速度が速い武器にめっぽう弱いっていう弱点はありますね。おすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それでは続いて第8位、タイプ2号ですね。まあその全盛期の時代もありましたが、まあそのかなりね、その弱体化が入ってしまったと、といったような感じの悲しいアサルトライフルになっております。でこいつの強いところっていうのは近距離とあと中距離、まあ 15m ぐらいだったらね、まあほぼほぼ負けることはないんじゃないかなと思ってます。先ほどの DR にして同様に、まあ近距離とかのね、まあ AR になってるとは思うんですが、まあ DR1 と違ってね、発射レートがすごい高いんですよね。まあこいつはその一発一発のその威力で押すっていう武器ではなくて、で発射レートで押すとといったような感じの武器でございまして、まあさっきね、そのレートが遅いとレレレの、まあ、打ち合いに弱いという話をしましたが、こいつは発射レートが速いんでね、やはりそのレレレに強いっていうところもいいんじゃないかなと思っております。おすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それでは続いて第7位、オーレインですね。まあ、おでんに関してはね、まあ、こいつは DRH の上位互換ですね。DRH ってその3発キルなんですけども、こいつの場合はね、ヘッドショットとか、あと胴体に当たると、2発で倒せるんですよ。でもね、気づいたところないですか？いきますよ。そうなんですよね。DRH より、かなりね、発射レートっていうのが遅いんですよ。もう気づいた方も多いんじゃないでしょうか。そうなんですよ。レレレの打ち合いにめっちゃ弱い。もうピースキーパーとかね、あとレレレの移動速度が速い SMG とかには、まあ負けてしまうんじゃないかなと思ってます。まあプラスね、その ADS 速度が、やっぱりそのアサルトライフルの中でもかなり遅い武器となっていますんで、そういう理由もありまして、こいつはね、全武器の中でもトップクラスに扱いにくい武器なんじゃないかなと思ってます。まあ上級者とかね、まあそういうその立ち回りが分かってる人が使えば、まあ強いとは思うんですけれども、初心者とかが使うとね、まあかなり打ち負けてしまう武器なんじゃないかなと思ってますね。おすすめのカスタムはこんな感じです。使ってみてください。それでは続いて第6位かな、 CR ガリルですね。結構ね、その意外に思われた方も多いと思うんですけれども、こいつはね、すっごい扱いやすい。すっごい扱いやすい。10メートルぐらいの戦いっていうのは、まあ、すごいやりやすくて、こんな感じにね、まあ、その、スカルカーとかをつければ、横移動速度っていうのは速いですし、あと、威力も高いんで、打ち合いの強さっていうのはね、相当高いですよ。まあ、その、10メートルとか20メートルの中距離戦もできるし、あとその、近距離戦ね、まあ、SMG みたいな感じに、もう、どんどん前押しするっていうことも可能なんですよ。で、こいつの一番のいいところは、安定性が非常に高いっていうところなんじゃないかなと思ってます。頭一回としてもね、全然初心者でも抜けるんじゃないかなと思ってます。おすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それでは続いて第5位なんですが、キロ141ですが、まあこいつはね、全盛期に比べると相当威力とかっていうのが落ちました。まあ弱体化ですね。例えばで言うと、ヘッドショットのダメージがもともとは43だったんですが、その40に、下がってしまったりっていうことがありまして、まあ使用率はかなり落ちたんじゃないでしょうか。でこいつの強いっていうところは中距離戦ですね。近距離戦はね、そのタイプ2号とかあと DRH
おでんとかの方が強いんじゃないかなと思ってますけれども、20メートルから、まあ、30メートルぐらいの戦いっていうのは普通に LMG 並みの、中距離性能を持ってるんじゃないかなと思ってます。あまり近距離でね、戦うっていう武器ではないんじゃないでしょうか。プラスこいつってね、その弾薬とかをつければその50発とかもありますんで、初心者にも使いやすい、おすすめできる武器なんじゃないかなと思ってます。おすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それについて第4位なんですが、 M13 ですね。こいつの強いっていうところはね、まあその今まではその発射レートが遅くて威力がめちゃめちゃ高いおでんとかっていうのがありましたが、こいつの場合は見て5発キルなんですよね。こいつの場合は5発キルで、しかも発射レートがバチバチに速くて、結果的には総合的に言うと TTK がまあ高いよねっていう武器なんですが、この武器はね、初心者が使うと弱い武器になりますよ。どういうことかっていうと、こいつ発射レートが高くて、やっぱりその一発一発をね、確実に当てないとダメなんで、こんな感じね、初段から当てれないとかね、初段からその当てれなくて、まあその前段当てれないよっていう方はね、そのおすすめできない武器ということで、初段から当てて、前段当てて、初めて強いって言われる武器なんじゃないかなと思ってますね。まあ、エイム力がない方はあまり使わない方がいい武器なんじゃないかなと思っております。おすすめのカスタムはこんな感じです、使ってみてください。それではついて第3位にアスバルということで、もう個人的な最強ランキングを作るんだったら、こいつがね、まあ、1位になるレベル、それぐらいのその性能を持っていまして、こいつの一番強いところって近距離なんですよね。まあ DRN 種とかそのおでんとかタイプ2号っていうのがありましたが、あいつらが結構低い順位なのってアスバルのせいです。アスバルがいなかったらタイプ2号とかもっと順位が高いですよ。ですが近距離全部こいつで解決するんですよね。まあでもこいつにもしっかり弱点がありまして、それがね、相談数が35発っていうところなんですよね。多分アサルトライフルでも最も少ない、まあ相談数なんじゃないかなと思ってます。まあなんでね、やっぱりその初心者にはあまり向かないっていうのがありますし、あまり20メートルとか30メートルとか、まあやっぱりその体の出し方の注意とか、やはりそういう立ち回りを理解できてないその初心者さんの方たちは、まあキル14とかね、あと M13 とか、まあ M13 ちょっと違うかな、まあ LK24 だったりね、まあそういうちょっと他のアサルトライフル、まあ簡単に使えるアサルトライフルを使った方がいいんじゃないかなと思ってます。おすすめのカスタムはこんな感じ、使ってみてください。それでは続いて第2位に AK117 ですね。もう初心者がね、その COD モバイル始めたんだったら、まあ AK117 使いましょう。まあさっきね、そのバランス型のアサルトライフルって言いましたが、キル14とか M13 の上位互換です。すべてにおいて。やっぱりその近距離もね、このような感じにその4発キルできるっていうのもありますし、やはりこいつの一番強いところって中距離性能なんですよね。30メートルとか、あとはまあ20メートル、40メートルぐらいだったら、かなりね、その、まあ火力を出せると。それに加えて相談数も48発ありますし、あとその安定性もねすごい高くて、リコイル制御もほとんどいらないと。まあこれがガチの無反動ってやつですね。それに加えて相談数も48発あって、あと TTK キル速も速いですし、あと無反動なんですよね。リコイル制御っていうのはほとんどいらない。なのでまあ初心者とかね、まあ新規制の方にもおすすめできるアサルトライフルとなっております。おすすめのカスタムはこんな感じで使ってみてください。そして、栄えある第1位なんですが、ピースキーパーですね。ですが、こいつにもね、やはりその注意点がありまして、若干ちょっと使いにくいっていうのがあるんですよね。今シーズンでやはりその強化されて、使用率も確かに上がっているんですが、ピースキーパーのこのいいところっていうのはちょっと使いにくいね。だからその誰でも使えるってわけでもないし、多分俺が使ったピースキーパーね、そんな強くないと思うわ。俺そんな、ピースキーパー得意ってわけじゃないかもしれないんですけれども、ちょっとね、やはりそのレレレのね、移動速度がまあ速いっていうのもありますし、ちょっと反動がね、若干苦手かなっていうところもありますんで、人によっちゃ AK117 が1位とか、あとアスバルの方が強いだろうっていう意見もあるんじゃないかなと思ってます。近距離中距離性能がねかなり優秀な武器になっているんですが、まあその使いにくさがあったりね、まあちょっと弱点もある武器ということで、まあかなりねそのバランスが取れている、まあ武器なんじゃないかなと思ってます。以上、おすすめのカスタムはこんな感じです、使ってみてください。ランク外の武器も評価していきましょうか。まずソードフィッシュ、こいつはバースト武器っていうこともあって、レレレに非常に弱いです。だから横移動速度の速い、まあ、ピースキーパーとかに弱いっていうのがありますね。そして FR556、 こいつに関してはね、やはりその安定性とかね、たまるバラつきもほとんどないんですが、その分ね、キル速があまり優秀ではないっていうこともありまして、近距離でご利用し、マックデンとかには絶対近距離勝てないですね。そういった意味でランク外ですね。そして HBK、 まあ大口径をつければ確かに強いんですけども、ソーダース
数がなかったりね、癖が強いんですよ。癖が強い。発射レートが高くても威力が低いとか、大口径をつけて威力を上げてもその相談数が少ないとかっていうね、そのデメリットとかっていうのが非常に多い武器なんで、あまりおすすめできないですね。そしてハブラ、もうこいつは微妙ですね。こいつ使うんだったら LK24 とか、もうキロの背後感です。はい、もうキロを使いましょう。こいつを使うぐらいだったら。で、K のボディ4、こいつもね、アサルトライフルランキングで言うと、11位とか12位とか、そういう評価ですね。そして、オマオに関しては、まあ、おでん使った方がいいかな。普通にアスバルを使った方がいいんじゃないかなと思ってます。なんせこいつ ADU 速度がめちゃめちゃ遅いし、発射レートも低いということで、そんないいところはないイメージですね。ICR、まあ、こいつも確かにね、その安定性は、まあ、全武器の中でもトップクラスにね、高いっていうのがあるんですけれども、発射レートが遅すぎる。まあ、BK57 はかなり優秀っていうのがあるんですが、しかも迷彩も結構かっこいいしね、まあ、LK24 とか使った方がいいって感じかな。M4、ザコですね。そして、ASM10 に関しては、こいつ結構近距離型っていうのがあるんですけども、もうちょっと ADS 速度を欲しいね。まあ、その確かに近距離ね、すごい威力高いんですよ。一発一発重いんですけども、おでんでいいやろ。そして AK47 に関しては、もう一番はもうパッとしない。なんかそんな強いっていうね、イメージがなくて、まあ、その決して弱いっていうわけではないんですが、まあ、ランキングには乗せなくていいかなっていう感じの、まあ、微妙な武器ですね。M16、まあ、バースト武器な時点で、うんこです。てな感じで、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。